おいたニュースラジオ、皆さんこんばんは、森田氏です。本日のニュースです。ヨノワールを紹介いたします。こちらがヨノワールです。特性闇の招待状、自分の番に1回使える。相手の手札を見て、その中にある種ポケモンを1枚相手のベンチに出す。その後そのポケモンにダメ感を3個乗せる。技マインドジャック、相手のポケモンの数かける30ダメージを追加する。はい、というわけでね、非常にこちらのポケモン特性そして技が噛み合っているポケモンです。まず特性を使って、相手のね種ポケモンをベンチに強制的に出しまして、相手のベンチを埋めていくと、その上で、マインドジャックを打つと、相手のベンチをね5枚埋めてしまえば180ダメージが出せます。進化前のポケモンも強いです。闇案内、自分のトラッシュにある種ポケモンを1枚ベンチに出すという効果があります。はい、なので、元気のかけらっぽい動きができるわけですね。で、サマヨルもね、お互いのポケモン全員にダメージを1個乗せるというところで、ダメージ調整にね、ぴったりな技かなと思います。というわけで、本日は、ヨノワールを紹介いたしました。毎回相手の手札を見れるというところもね、非常に強力なカードかなと思いますので、ぜひ皆さんね、使ってみてください。それでは、ポニタニュースライデー、また来週。